藤田綾は、日本の将棋の女流騎士、東京都大田区出身、西村和義球団門下、女流騎士番号23、アジア大学経営学部卒、6歳の時、父親に教わって、将棋を始めた。小学4年の時から将棋に本格的に取り組み始め、間もなく女流育成会に入会。1998年、小学6年で、女流騎士となり、 史上最年少女流騎士、天才少女として名を馳せた。藤田の史上最年少女流騎士記録はその後も破られていない。2009年3月25日、将棋ゲーム8ワンダイバー DS 他の発表記念イベントで漫画8ワンダイバーの作者である柴田よくさると席上対局を行い、破れた。2010年度より、 NHK 杯テレビ将棋トーナメントで寄付読み上げを、務めた。2012年、第6回白、滝歩み杯争奪戦で優勝。2017年、第29期女流王位戦で予選を勝ち抜き、挑戦者決定リーグに進出。リーグ戦白組では2勝3敗に終わった。2016年度より、NHK 杯テレビ将棋トーナメントの司会を務める。 2018年8月12日の放送会から三級に入り、E の愛と和田明が交代で代役を務めたが、2019年1月20日の放送会から復帰した。2019年度からは中村桃子と交代で司会を務める。2018年度、出産による休場があったにもかかわらず、第46期女流名人戦予選を勝ち抜いて、挑戦者決定リーグ入りを果たした。 藤田が女流名人戦挑戦者決定リーグに入ったのは2000年度2002年度に B 級リーグに2期在籍して以来、ありがとうございます。